バスタードはジェスコラバズクローンを作成するフリーソフトウェアプロジェクトである。活動の動機はバズによって作曲された演奏方法を保存することである。演奏データは仮想的なサウンドジェネレーターやエフェクトを加え、それらをつなぎ、短い学説を配置したものをシーケンサによって記録することによって作られる。演奏データを配布するためにサンプルとミックスダウンすることができる。 2002年の半ば、主開発者はソフトウェアエラーの結果、バズのセッション中に演奏データを紛失した。バズのソースは失われやすいと知られていたため、彼らは新しいプロジェクトをスタートすることを決めた。開発は2003から2004の間に始められた。最初のバージョンは2006年10月にリリースされた。デモはラック2 0 0 7に提示された。それ以来、 いくつかのリリースが続いている。毎月のニュースレターは進捗について知らせる。現在のリリースは Linux だけの上で動作する。目標はオリジナルのバズトラッカーの機能性を模倣することである。ソフトウェアはグストリマーメディアフレームワークに基にしている。グストリマーの上で作られた唯一のミュージックコンポーザであるので、それは関連する機能のためのテストベッドとして機能する。 グラフィカルなエディタは GUI に GTK を使用する。バズユーザーは近代化され、しかし酷似しているレイアウトを好きになるだろう。コンポーネントアーキテクチャは演奏データがモジュールをインポートすることをサポートする。ネイティブフォーマット以外にバズの演奏データも読み込むことができる。ラッパーコンポーネントはすべてのプラットフォーム上で X86 Linux とオープンソースのバズマシンの下で すでに存在しているバズマシンのバイナリを動かすことを受け入れるグストリマーブリッジプラグインはそれらすべてのグストリマーアプリケーションに利用可能にするありがとうございます